はじめまして、カタリナ様。ジオルド・スティアートです。足が痛くて一人では歩けませんの。靴ずれかしら。あ、待ってください、ジオルド様。これ、この人たちは誰？いいえ、知ってる。ここは私の部屋。そしてこれは私。夢中になって徹夜でゲームをしたら学校に遅刻しそうになって、慌てて道路に飛び出して、私は17歳で死んでしまった。今のは夢じゃなくて前世の記憶。本当に申し訳ありません。お顔に傷を作ってしまって。そんな、謝らなければならないのは私の方です。こんなのかすり傷ですから、気になさらないでください。社交界ではそうはいきません。社交界か、貴族社会は面倒なことが多いわね。それに比べれば前世は自由だったな。皆様おめでとうございます。え、何が？何がって、ジオルド王子とのご婚約です。なんですって？ジオルド様は素敵だけど、8歳の子相手に恋心は抱けない。中身は17歳のオタク女子だからな。そういえば、夢中になってた乙女ゲームにも似たような話があった。あの悪役令嬢にも名前があった。カタリナ・クラエス！まさか。フォーチューン・ラバー。主人公のマリアは光の魔力を持つ平民の少女。そしてカタリナ・クラエス、ジオルドの婚約者で悪役霊女。カタリナはジオルドに返り討ちにあって命を落とす。婚約者を手にかけてしまったジオルドは主人公と別れ国外へと旅立つ。こわ、フォーチュンラバーの世界だ。じゃあ私はこのままだと破滅する。